はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、最近動画配信サイトで、ノルウェー連続テロ事件についての動画を見たんだが、いまいち事件内容がわからなかったぜ。だから霊夢、私にわかりやすいように説明してくれないか？ああこの事件ね。確かこの事件は短時間で数多くの人間を丸買いしたことで有名であり、国際刑事警察機構によって残虐な事件として認められている事件だったと思うわ。だけど、そんなにややこしい事件ではないはずなんだけど。多分、私がながら見していて集中してなかったからだと思う。だから、もう一度、この事件について詳しく知りたいんだぜ。よし、わかったわ。今日はマリサのために特別にノルウェー連続テロ事件について解説していくわ。マリサが飽きないように面白く解説するように努めるから、最後まで見てほしいわ。おお、それは助かる。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。この事件は2011年7月22日、ノルウェーにて起きたわ。犯人は首都、オスロの環境外にて自動車を爆破し、続いて近郊にあるウトヤ島にて移動後、ノルウェー労働党の集会に乱入。そして、集会に集まっていた人たちに向けて銃を乱射したの。この事件により、計77人の命が奪われたのよ。なんだこの事件、犯人はどうしてこんな事件を起こしたんだ？動機がすごく気になるぜ。この事件の犯人は当時32歳のアンネッシュ、ベーリング、ブレイビクという極右思想の男性で、特に反移民、反イスラーム主義者だったの。彼は常に移民を受け入れ援助するノルウェーのあり方に疑問を抱いており、インターネット上で移民受け入れについて厳しく非難していたそうよ。犯人であるブレイビクは、本当に移民受け入れに反対していたんだな。ブレイビクは移民受け入れを推進する首相や、移民の受け入れに官僚的な労働党を襲撃したのよ。その証拠に、ブレイビクは法廷で、イスラムから西欧を守るため、反多文化主義革命を起こすためと犯行の動機を述べているわ。反イスラム、反移民主義者を刺激したかったんだな。なるほどな。彼の思想や動機は大体理解したぜ。さあ、ここから本題の事件の詳細説明だな。よろしく頼むぞ霊夢。それじゃあ、今から事件の詳細を説明するわね。実はこの事件自体は2011年の夏に起きたんだけど、犯人であるブレイビクは2009年頃から今回の事件を計画していたの。そうなると2009年頃から爆弾や銃なども、この段階から準備していたことになるな。実際に2009年の秋、ブレイビクは爆弾を製造するため、製造で必要な化学肥料と金属類を安全かつ効率的に調達すべく、わざわざ小さな鉱山会社と牧場を購入しているの。また、犯行で使用した拳銃と自動式ライフル銃なども、この時に購入しているのよ。そうか。ノルウェーでは確か銃を所持することが認められていたんだったな。だけど、ブレイビクはどうやって爆弾を製造したんだ？素人が爆弾を自分で製造するなんて無理だと思うんだが。ブレイビクはノルウェーのネオナチサイトから自動車爆弾の製造方法を入手。そして、爆弾の材料として購入した6トンの肥料から約80日間でアンホ爆薬の製造に成功したの。ちなみにこのアンホ爆薬はダイナマイトよりも製造が簡単で、どこでも入手可能な材料のみで製造可能であり、テロリストが使用する安価な兵器の一つとして数えられているわ。この爆薬は聞いたことがあるぜ。確か車爆弾や即席爆発装置としてテロリストがよく用いるんだよな。それで、準備が整ったブレイビクは次にどんな行動に出るんだ？ブレイビクは犯行前の2011年7月17日、ツイッターにて犯行決意を書き込み、犯行直前の2011年7月22日には自らをテンプル騎士団と名乗り、1514ページもの文章ウェブに公開しているわ。そして、ブレイビクは2011年7月22日の午後3時30分頃、数多くの人が亡くなったノルウェー連続テロ事件を起こしたのよ。最初にブレイビクが襲撃した場所はどこだったんだ？最初に襲撃したのは、ノルウェーの首都、オスロの中心部にある、首相府及び法務、警察省庁舎で、ブレイビクはこの付近の車に爆弾を設置して爆破。8人の尊い命が犠牲になってしまったわ。ちなみに、ブレイビクが設置した車爆弾は約 950kg あったとされ、複数回にわたって爆破が起きたと報告されているのよ。どうしてブレイビクはこの場所を襲撃したんだ？ブレイビクの狙いは移民政策に積極的なストルテンベルグ首相だったの。だから、首相府が最上階にあったこの場所を襲撃したんだけど、ストルテンベルグ首相は、この時自宅にいたため無事だったの。また、この日は金曜日の午後であり、普段なら多くの人がいるはずなんだけど、この日はちょうどバカンスシーズンだったため、普段よりも人がいなかったのよ。おお、それは不幸中の幸いだな。政府庁舎を爆破後、ブレイビクはタクシーに乗ってオスロ近郊のウトヤ島に移動したの。そして、そこで準備していた警察官の制服に着替え、ノルウェー労働党青年部の集会に向かったわ。労働党って移民受け入れに賛成している党だよな。
そうなると、ここが次の襲撃場所か。その通りよマリサ。この場所こそがブレイビクが次に襲撃した場所なの。ブレイビクは、当日午後5時頃から銃の乱射を開始。確実にマルセル用にブレイビクは各人に2発ずつ撃ち込んでいったのよ。確実にマルセル用に2発ずつだと。この銃撃によって集会に集まった約600人中、69人が亡くなってしまったわ。それも亡くなった大半が若者だったらしいわよ。この時生き残った生存者によると、警察に変装したブレイビクは、こちらへおいで、大事なお知らせがある、と呼びかけてから銃を乱射したそうよ。また、ブレイビクは一人一人生きているかどうか蹴って確認していたみたいなの。怖すぎだろこれ。ブレイビクってサイコパス野郎だな。この銃乱射直後にブレイビクは逮捕されたけど、後にブレイビクは、爆破後、ウトヤ島に行くまでに警察によって射殺されると思ったが、されなかったため驚いたと語っているのよ。このブレイビクの発言から警察の対応の悪さが伺えるし、実際、警察への批判が集中してしまったわ。どんな批判が警察に集中したんだ？ウトヤ島での事件の通報後、警察の到着が約1時間要したことについて批判されたんだ。警察の言い分は、通報後の現地の状況把握や、移送に合うボートの確保などに時間を取られてしまったと述べているの。このことから、警察の行動がもう少し早ければ、事件の結果は変わっていたのではないかと考える人が多かったそうよ。確かに警察の初動がもう少し迅速だったならば、事件による被害者は少なかっただろうな。もっと言えば、警察が取り締まりを強化し、しっかり巡回をしていれば、事件は未然に防げたかもな。本当にそうよね。実際、犯人であるブレイビクは、ウトヤ島にすんなり入れたことに驚いているしね。ところで、逮捕されたブレイビクはどうなったんだ？2011年7月23日、ノルウェーの検察当局は、反テロ法違反及び計画殺人の罪でブレイビクを起訴し、非公開の裁判が行われたわ。非公開？裁判って非公開が当たり前じゃないのか？ノルウェーでは国民の知る権利が適用されるため、原則裁判の審理は全て公開されるのよ。しかし、ブレイビクによる法廷での思想宣伝が懸念されたため、裁判は非公開になったわ。また、審理冒頭に行われるメディアのインタビューも今回はなかったの。ブレイビク本人は公開審理を希望したようだけど、却下されたそうよ。ブレイビクが事件を起こした一番の目的は、反多文化主義革命を起こすためだから、公開審理をしたらブレイビクの思うつぼになるもんな。そして、同年7月25日、ブレイビクの裁判が行われた。ブレイビクは法廷で、今回の行いは非道ではあるが、イスラムや移民からノルウェーを守るためには必要なことである、というような内容を主張し、無罪を主張したわ。続いて11月24日の審理でもブレイビクは、犯行を認めながらも無罪を主張。11月29日にはブレイビクの統合失調症の可能性があるという検査結果が裁判所に提出されたの。確か統合失調症の疑いがあるなら、責任能力なしと判断され、刑が軽くなったりするんだよな。マリサの言う通り、精神障害が理由で刑が軽くなることは多いわ。しかし、この鑑定結果に被害者遺族が猛反発。2012年1月に裁判所は再鑑定を命じたの。そんな中でもブレイビクの裁判は行われたけど、最大の争点がブレイビクの精神状態となり、なかなか判決が出なかったみたいなの。精神状態が争点になったら、鑑定が終了するまで判決を出すのは難しいかもな。それでいつ判決が出たんだ？2012年8月23日に、オスロ司法裁判所は、禁錮最低10年、最長21年の判決を言い渡したわ。ちょっと待てレイム、77人も丸返しておいて、この判決は軽すぎないか？ノルウェーは大変治安が良く、年間の殺人事件も非常に少ないの。だから、丸人罪の最高刑が禁錮17年、人道に対する罪も最高25年なのよ。なんだかなぁ、この程度でブレイビクが更生するとは考えられないんだなぁ。また、ブレイビクは刑務所に収監された後、非人権的な扱いの改善を求めて国に対して裁判を起こしたの。そんなに刑務所の環境が劣悪なのか？彼が言う非人権的な扱いとは、衣服を脱いでの身体検査や頻繁に手錠をはめられること、電子レンジで温めた食事やコーヒーがすぐに冷めることを指しているの。それに面接や手紙などが制限されていることについては、欧州連合の基本憲章違反だと訴えているわ。なんだそれ。そんなの刑務所だったら当たり前じゃないのか。もちろんこの改善は認められなかったよな。2016年4月20日、オスロ地方裁判所は、ブレイビクの要求を一部認め判決を下したけど、国側はそれを不服として控訴。2017年3月1日の控訴裁判では、国側が逆転勝訴したわ。しかし、ブレイビクはその判決に納得がいかないのか、2017年6月8日に欧州人権裁判所に提訴する意向を示したそうよ。なんか本当に自分がやったことを反省してないんだな。
ブレイビクは非人権的な扱いとして起こしたこの裁判でも、2022年に行われた仮釈放審理する法廷でも、多数の命を奪ったことについての反省はなく、法廷にてヒトラーの敬礼をして周りを驚かしたそうよ。ヒトラーの敬礼ってサイコパスすぎるだろ。ところで、もちろん仮釈放は却下されたんだよな。こんな犯罪者を仮釈放させたら、また同じような事件を起こすだろ。もちろんこの仮釈放は却下されたわ。ああよかったぜ。この事件は、今現在の深刻なノルウェーの問題である、移民問題、イスラム化問題がきっかけで起きた事件のため、現在でもこの事件を取り上げるメディアは多いの。この事件が起きたことでブレイビクの極右思想に影響され、反移民、反イスラムを主張する声が多くなっているのよ。え？本当に？現在でもノルウェーの街では極右思想とイスラムの人たちが揉めていたり、2019年には極右思想を持った男がモスクを襲撃したり、イスラム過激思想を持った男が性的マイノリティを標的にした銃撃事件が起きているの。このような事件が起きるくらい、ノルウェー連続テロ事件は影響があるのよ。反移民や反イスラムを主張するのはわかるけど、極右思想の人たちには今回のような事件を起こしてほしくないぜ。もっと誰も傷つけず、誰もが幸せになるような解決策があったらいいのにな。以上でノルウェー連続テロ事件についての解説は終了よ。最後まで聞いてどうだったマリサ？犯人であるブレイビクは自分なりの信念を持ってこの事件を起こしたことがわかったけど、罪もない人を無差別に丸すのはダメだな。というか、ブレイビクのようなサイコパスの思考が全く理解できないぜ。私も意味がわからないわ。もっと正当な方法で自分の考えを主張すればいいのにね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あと、このチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。